よいしょ。ふう、あ、ちょっと信号変わった。ここはシャープか、シャープの量がこっちにあるんですね。量なのかな、まあ、そんな感じですよね。あ、書いてありますね、シャープ株式会社本郷寮。紅茶が飲みたくなりますね。こんだけ近い人いいですね、工場から。8時出勤でも7時半に起きたらなんとかなりそうな。ね、ダメですよ、ちゃんと準備しないと来ませんけどね。さあ、なんか、スマートになりました、広告。その前にここで地面なんて思うんですか。久しぶりに全く読み方わかんないですよ、これ。柏原の柏みたいな字ですけどね、なんだこれ。柏、かやっていう感じもしますけどね。あの下かやつとかね、あの、樹木寺の方にある地名ですけど、ぽいっちゃぽいですけどね。あー、なんだろう、ま、ちょっとこれは全く読み方わかんねえな。あ、ちなみにいつの間にか合成市から葛城市に渡ってたみたいですね。ここは葛城市の、だからなんて読むんでしょうね。そうですね、あんな農道でしたんでね、市の境目のね、あのこあの何々市みたいなね、境界線のね、あの標識もないですからね、当たり前だって話なんですけど、意外と読みにくい地名多いですね。まあ、おしみも相当変わってますよね。しおぶっていう字に海って書いて、おしみ。そもそもこれね、もう全く海も何もないところでね、何なんでしょうね、海っていう字を使う名前があるのも珍しいですけど。海に面してるところは多いですけどね、あの広島の解体地とか今パッと思いつくなって思います。あとはあの天郡か、天市は今引きながらで書くようになりましたけど、あまりに読みにくいんでね、海に米って書いてね、海府って書いて天って読むっていうね、地名なんかも、ね、あります。ありましたの方がいいのかな。なんて言ってたら、やっとこれで JR かな。ああ、先に JR 渡りますもんね。結構離れたとこまで来てましたね。まあまあ汗かきましたよ。あ、そうだ、あれ JR だ、 JR 西日本のね、踏切のか、あのあれがついてなってますんで。なんかこれ取り立て100円、何なんかインパクトありますよこれ。何これ、八作兵、
そういや、クルトジュエリーも撮ってましたね。あれは発作じゃなくて、ね、ポンカンかなって、ちょっと種類は違うような気が感じでしたけど、うん、でもあれ100円って安いですよね冷静に考えると、うん、私はね、ちょっと量すごかったですよねあの、ちょっとさすがに一人暮らしでね、あの量あっても食べきれないんで、し私はあまりね、柑橘を食べないんでね、とりあえず JR の駅の前まで来ましたね。駅でもないのか。とりあえず JR の線路の方まで来ましたから。やっぱ読めねえな、これ。どっかにないかな。新町。カタカナで新町って書いてある。これはもう別の地名なんでしょうね。あれで新町って読むって言われたら私もう仰天ですよ。前の人は覚えますよ。うん。松阪市のね。あ、難読地名ですけども、なんかほったらかしになってますね。まだ着いてないと、バス、あ、どうせ改装やった。あ、吉野家が出てきた。いや、吉野家でもいいからちょっと。あ、ラムーが出てきた。ってことはもう本当にすぐお住み駅なんだ。そうそう、あの、お住み駅ね。さっきね、通った時に、ラムあるんやってね思ってたんで、あのラムが見えてきましたよ。よし、いや、歩いた歩いた、はあ、いや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 、毎度大金食堂もありますけど、どうしようかな、はい、もうちょっとあっちにしようかな。だから食欲があるのかないのかわからないですよね。あの、歯が痛いでしょう。あの、昨日の動画でね、言ってましたけど、あの、ちょっと口の上がね、歯茎のところを思いっきりちょっと怪我しちゃいましたね。今ちょっと痛み止めを飲みながらのね、撮影になっておるんで、いつにも増してない、ちょっと滑舌悪くなっちゃってますけど、弁当屋さんは閉まってますね。なんかおいし、もしかしてなんか美味しそうな弁当を作ってそうですけど、あ、ここの奥はもう24時間営業なんだ。便利ですね。これでもうおしみの駅前と、結局気が付いたらこれ一駅分プラスアルファ丸されてますよね。はあ、いや、これは結構な距離歩きましたね。ああ、疲れた、はあ、とりあえずお住み駅行っちゃいましょうか、はあ、まあ、ラムーありますけど、ラムーはね比較的もう、ふぅ、ふぅ、ニヤニヤがすると思ったら、これ押さなあかんか、押さな今結構長いこと待ってたんですけどね、変わらないと思ったらあれですね、押しボタン式でしたね、ここ、うん、まあ初めてのとこから来るんで、いや待って、電車来ちゃう？どっち？五瀬方面なら俺いいんだけど、ああよかった、五瀬方面だ。じゃあ折り返してきてやって乗りゃいいから。そう、反対方向だとね、今のこの、押しボタン押し忘れが致命傷になるところでしたけど、幸い大丈夫そうです。
電車が入ってきますけどね、反対方向だ、五所方面だ、だったら何も急いで乗る必要はありません。よし、ゆっくりと雨になったのを待って渡ってしまえば、あれがまた折り返してきてね、こっち行きになるんでしょうけど、まあ週末スイーパス内で乗れたら乗れたら、ね、そのままずっと座っとればいいんで楽なんですけど、あ、ビッグイドッキーもあるんだ、とりあえず釈堂方面に戻りましょう。で、高田市駅から、大和宝までをまた歩いてみようかなと思ってたんですけど、疲れたな、歩くのめんどくせえな、どうしよう。まあ、ということで、おしみ駅、ないからじゃあ、これは読みにくいですね、ないで、奈良港とも走ってますね。おしみも通るのか、八木から行ったピンク色の線。複雑ですよね。何でね。この辺りで、ね、柏原神宮、大和八木ってね、大和高田でとかってなってますけど ね。このこっそりとね、嫌がりますからね。この間に、新宮駅がね。大台川と新宮やったら絶対大台川の方が近いはずなんですけどね。いやー、でこれが新宮駅、まさか新宮駅に来ると思ってませんでしたけど、ポストは向こう側にあったんですよ。まあまあ行っとるうちに折り返してくるはずですからね。観光案内マップありましたね、まあ、見たところでそこに行かないからあんま意味がないやろと言われそうですけど、それは全くその通りで、はい、まあ待ってましょうか。結局今回も使わずじまいないそうですね、こいつ道具へ。なかなかタイミングが、やっぱシーズン、このシーズンに見た方が良さそうですね。あ、バスが来たんか、大和高田駅。今日は高田市じゃなくて大和高田の方も来ちゃうね。ちょうど大和高田と間もね、それで行ってくんでしょう。一応、4両編成まで対応してるんですね。